ラクレスが何匹も同じ空間にいる。いやすごい、これはこれで珍しいよね。オーラがやっぱ違うね。カリスマだよな、もう素晴らしい。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがイルイくんです。いや、イズイです。イズイか、着るものになっちゃった。イルイをまといしものか。いや、みんなえそれみんな、あ、まあまあみんなか、うん、だからズーとルーがそうですね、ちょっと違っただけで 66% 合ってるから。いやいや、過半数超えてるし。いや、でもこれ 100% じゃないとダメなの、これは。あ、そうなの、トグロと一緒。いやいや、まあトグロはもっとあるけど、120% あるもんね。いや、あのなんか山脈みたいになるやつそうですね。一緒に作っていこう。お願いします、はい。一番楽しみにしてる作業、このために育ててるみたいなところはあるかもしれない。クワガタカブトムシ飼育をする一番の醍醐味、まあ、ひとまずのゴール地点というかね、なんですけども、これ分かっちゃうよね、多分イズイとかはバレた、俺が今具志堅のグーを言ったのバレたか。いや、音入ってないかなと思って普通に聞かせてもらって。いや、でもそうですね、僕もどうしようか迷ったんですけど、ちょい出し具志堅やらせてもらって。ちょい出し具志堅って何。申し訳ないけど、イズイ、はい、イズイはもうちょっとピンときてるかもしれないけど、うん、なんだと1日目のカレーですね。いや、お前楽しみだけど、あんま1日目のカレー集大成としないから。カレーも奥深いけどね、うん、うん、ただ違います。クワカブの部屋でカレーは週 2,3 回しか動画にしないから。いや、そんなしてない、うん、てか、してない。あ、してないか、うん、あ、ごめん、勢いでカレーに嘘ついちゃった。あ、カレーだけに、はい、ありがとうございます。ウカ掘り出しです。はい、まあもうやっぱ集大成、うん、まあ、飼育してる中での、まあ、一つの、まあ、通過点にはなるけども、まあ、目標としてる場所、うん、普通に考えたらやっぱ飼育、まあ、国産のカブトムシクワガタとかはまたちょっと別かもしれないけど、うん、やっぱ外国のクワガタカブトムシって基本的にやっぱ一匹見るので精一杯というかね、うんうん、それが同じ種類、例えばヘラクレスが何匹もこう同じ空間にいるとか、うん、やっぱそういうのってもう小さい頃からの憧れだったから、まあ、確かにな。そう、それをまあ実現させることができるのがやっぱこう飼育して繁殖してもらうっていうところで、うん、やっぱもうずっとそこの瞬間っていうのがもう楽しみで僕は飼育させてもらってるって感じなんだけど、はい、やっぱりね、もう何にも変えられない感動があるんで、うん、その瞬間をようやく見れるというところになるんですが、はい、今日の種類ヘラクレスオオカブト。おー、はい、ヘラクレス、ヘラクレスです。ヘラクレス、ヘラクレス、はい、まあ、世界最大の、まあ、ヘラクレスも13亜種いて、うん、その中でも一番大きくなる種類、はい、それがまあヘラクレス、ヘラクレスなんですけど、うん、そのヘラクレス、ヘラクレス、まあ、ヘラヘラって呼ばれるんだけど、ヘラヘラが羽化してきてるんで、うん、どうだろうね、まあ、自己記録171ミリに届くのかどうかっていうのは、うん、分かんないけど、まあ、160ミリとかね、立派なこれぞヘラクレスみたいな姿が見れるんじゃないかなとは思うんで、お、うん、一旦出しましょうか、はいはい、今回羽化してきた子こちらです。はい、はい、こちら逆分かってる。じゃあその反応ならこれは嘘、分かってる。いや、でもごめん、どうしてもこっち反対になっちゃう、はい、なんでだ、本当にすいません。逆分かってるよ、だから逆でした、こちら、はい、そっちですね、はい、上がメスで下がオスって感じで、メスとオス、はい、で、あ、ごめんなさい、これはちょっと別でした、これは別なんでちょっと戻します。おー、はい、今の子はお昼動画に上がる予定なので、あー、ちょっと楽しみにしてください。なんでメスが5匹の、はい、オスが3匹という感じで合計8匹かな、8匹、うん、で全部ヘラクレス、ヘラクレスですね。なんで、まあ、メスはとりあえず70ミリ目標で、うん、オスは150ミリ目標でとりあえず行きつつ、オスは160ミリもいたら嬉しいねっていう感じでちょっとやらしてもらおうかなと思いますんで、はい、でこの子たちと同時期ぐらいのタイミングで羽化してきた子でいうと、今のところ一番でかいのが167ミリおー、167、うん、170ミリ迫るぐらいのサイズ感の子が出てきてるんで、うん、そこを超えたらより最高だけど、はい、うん、あとはまあ体重とか、まあ、体重、その幼虫の体重的に言うとそこまではないかなっていう感じだけど、うん、ただ体重では分からないところもあるんで、はい、参考の部分にもなるんで、ちょっとまあ期待しつつやっていこうと思います。はい、はい、ということで掘り返すにあたって必要なものを出させていただきます、こちらです。はいはい、はい、ちゃんと出せました。おお、よかった。こちらです。逆逆、うわ
壊れるってこっちが壊れかけのイズイ、あーいやレディオみたいにおおいえ何の場合今楽しい楽しい楽しい、あーよかったよかったじゃあ出しましょうか、お願いします。はい、まずメスから行かしてもらいます。はい、グラム関係なしにもうランダムで、あー分かりました、とりあえず手前からもう行こうかな。はい、お1匹目から結構でかいですね。はい、まずオス親が163の75ミリ、はい、だからオスもメスも、まあ、ぼちぼちでかい感じで、うん、体重が77という感じで、まあ、基本 70g 超えてくると、うん、70mm 超えてる子が多い印象だから、はい、77あれば結構 70mm は硬いかなと思う。おーいいですね、うん、そこがどうなってるか、はい、でもねこのちょっと不思議なのがね、まあ、まだ羽化してきてないんだけど、うん、オスがね、はい、こうすごい縦に伸びてくれるタイプと横にあの乗るタイプがいて、そうちょっとねな二極化されてるというかね。おお、そうなんだ。そうだからもしかしたらメスも横に行く子と縦に長い子出てくるかもしれないけど、お そういった意味ではちょっとメスも楽しみ。おお、すごい不思議だな。そう派手に蓋も取らしてもらって、はい、で孵化時期は8月が1年、はい、だからメスの中で言うとまあ平均ぐらいかな、うん、って感じになるんですけど、行きましょう。はい、さあ、まあ、無事だったらね、うん、もう何回もうどの毎度思うことだけど無事だったらそれでいいんで、うん、さあ行きましょう。1匹目、はい、おー、うん、おーでかいぞ、うんうん、あでかいね、しかも綺麗で綺麗に浮かしてきてくれました、はい、いやでかいね、はいでかい、うん、なんかイズイとかヘラクレスめったに見ないから、うん、興奮するんじゃない。まあそうですね、うん、今日とかも一回も見てないし。いやさっき見たんだよ。えそう言っちゃうとさっき見たけど、えやっぱでかいはでかい、でかい、毎回驚く。そうか、さっきの動画もヘラクレスだったからね。そうそうそう、うん、そうさっきもでかかったからね、うん、さっきもでかかったの、うん、マジでこれより前に動画上がってるんで、うん、ぜひヘラクレスの再生リスト見てみてください。あぜひお願いします、うん、そうその時もでかかったから、うん、ちょっとなんていうの見劣りするかなと思ったけど全然でかいな。いや本当に、うん、さあどうでしょう、測ってみます。お願いします。あ、そうだ紹介し忘れたけど、うん、これ測る用のノギスです。あ、はい、と掘り返す用のスプーンですそう、いやいやさっきの下りでいっぱいいっぱいで逆で本末転倒すぎたな。そうです、はい、すいません、これで測らせてもらいますんで、はい、失礼しました。さあどうでしょうか、まあ、羽先から頭の先までの最、うん、基本最大値でできるだけ最大値で測ります。はい、来ました。お、結果、はい、1匹目からすごいね、うん、73.5、 はい、素晴らしい。おー、すごい、70軽々と超えてくれました。こでかいね。うん、だまあ、順調に大きく育ってくれたって。はいはいはい、すげえすげえ。確かに、まあ、オス親がね、メスが 75.8 だから、うん、うん、そこから考えると親よりかはちっちゃいんだけど73あれば十分でかい。うん、いや素晴らしい、1匹目から最先、いやすごいですよ、超高スタートです。うん、はい、さあそして2匹目、2匹目、あ2匹目は 68g、 はい、で親が157と67という感じになるから、はい、まあ、70超えてる可能性もなくはないってぐらいかな、うん、60後半グラムは、はい、でもなんか70g までは基本的になんかこのグラムぐらいのサイズ感の印象はあるけども、まあ、参考程度なんでね、グラムは、はい、基本的にまあ体重が、体重を測ることによってまあ僕的にはもう体調管理の部分が強い印象なんだけど、うん、そうすくすく育ってくれてるかどうか、はい、さあでこの子は多分浮かしてると思うんですが、はい、浮かしてどうでしょう、はい、おーすごい、めちゃくちゃ綺麗な出方したすごかったな、すごかったね今の出方、割れて出てきたね。あの、はい、隕石落ちてきて、はい、その中からあの出てきたみたいな感じそのキャラクターが何も浮かばなかったからああ、まあ確かにこんな抽象的な感じになったけど、あまあでも確かにそんな感じですよ。そうそう、なんかラディッツみたいな感じあの宇宙船みたいなところ、そう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 、ドラゴンボールの、うん、そう、あの感じかな、あの感じ、うん、すっと出てくればよかったけどぬるっと出てきたからちょっと恥ずかしいな今、めちゃめちゃ時間かけた例えだったいやでも結構でかいね、はい、うん、70ありそうじゃない、あるんじゃないですかね、え意外とちょっとスリムな感じで、うん、さあサイズは72ぐらいなんならありそうな気がするんだけど、
来ました。はい、合ってるよね。あ、はい、はい、合ってます。いきます。結果、72.6。 おー、すげえ。ごめん、72.2、 ちょっと嘘ついちゃった。あ、 72.6 って言ったけど72ありました。はい、あ、でかいでかい、だいぶでかかった、ね、すごいすごい、うん、でかいな。いや、でかいよ。70ってまあ見ないからね、普通。普通の野生下でなかなか、そのヘラクレスとかじゃなくて、ノコギリクワガタとか、ミヤマクワガタとか。いや、すごいな。いや、すごいよね。メスで70超えてくるわけだし。そうですよね。8センチ超えたりする子もいるからね。8センチも超えるってなかなかでかいっすね。そう、相当でかいから。やっぱさすがの世界最大の規模感。うん。はあるね。メジャー級ですね、完全に。すげえ。さあ、そして、あと3匹。うん。これは 72g、はい、で親は 155-73、うん、って感じで、今3匹中3匹親が違うね。おお、うん、これすごい見えやすいね。ちょっとあれだけど、はい、見えるかな、洋室からこう羽化してる姿が、うん、ちょっと赤っぽい感じ。まだ羽化して間もないかな、うん、あ、来ます。はい、はい、おお、だいぶ間もないな。そうですね、はい、あんま見ないよね、これ初めて見たメスで、こういうの。確かにその固まりきってない、この赤い部分が固まりきってない、柔らかい状態、うん、で頭の方はもう固まってきてるね。だから多分固まる場所も優先順位があるんだろうね。なるほど。やっぱ頭の方の方が大事だから、うん、固まってきて、こっちが固まってきて、裏側が固まるのかな。はい、いや、すごい。これはこれで珍しいよね。うん、うん、でもしっかり浮かしてきて、はい、なんかサイズでもでかそうだけどね、ちょっと測りきれないかな。後ろとかまだ白いんじゃない。あー、ほんとだ。こういう感じで、ここら辺がまだ白っぽい場所が、白い場所が一番柔らかいって感じで、オレンジっぽい場所がその次に柔らかい。うん、綺麗だよね、これはこれで。はい、そうですね、飼育してないと逆に見れない姿。うん、うん、さあ、ちょっとざっくり測ってみようか。わかりました。ざっくりだけど結果、はい、72.8。 はい、うん、だからまあ72ミリぐらいかな、うん、って感じ。うん、うん、でもだいぶでかい。そうですね、大きいですね。うん、立派に羽化してきてくれて、はい、よかったです。いや、よかったです、無事浮かしてきました。うん、はい、で、この子たちは一応動画外で成虫管理用のケースに移すんで、はい、はい、まあ成虫管理用のやつとかも過去動画上がってたりするんで、うん、まあ時間あるとき探してみてください、再生リストとか。はい、動画、過去動画見てもらえたら嬉しいですね。お願いします。さあ、そして残り2。はい、2匹だけども、こっちから行こうか。はい、これが、お、63g、 ちょっと小ぶりな感じだね。で、163-72、うん、60前半でどうなってきてるかだよね。だから65とかぐらいかなと思ってるんだけど、うん、でもまあ全然超えてることだってあるんだね。いや、そう、全然あるから、まあ、参考程度にしかなんないけど、うん、さあ、いきます。はい、はい、おー、おー、立派です。すごいですね。はい、お、ちょっとやっぱちっちゃいね。うん、でもすごいスタイル良くて、はい、いい感じ。綺麗、綺麗に浮かしてきました。やっぱ全然違うんですね、色。ああ、そうね、さっきのことね。うん、うん、そう、これはある程度固まってるかな。はい、さっきの子は完全に9月、うん、だ今が9月4日で、だ9月の1日2日ぐらいに浮かしてきたと思う。で、この子たちは8月中に羽化確認できてるやつだから、うん、多分8月の頭から中旬あたりで羽化してきてるかな。はい、はい、さあ、サイズは、はい、来ました。はい、でも意外とでかいか、ちょっともう一回測っていい。はい、意外とでかいね。はい、結果、はい、68.4。おい、意外とでかかったです。うん、大きくなってくれた。はい、いや、よかった。68はあれば全然十分立派なんで。うん、うん、でオスがでかいとちょっとメスが、例えば60前半のメスと160中盤のオスを交尾させる時とかはちょっと交尾しづらそうにはなるかな。やっぱサイズ感が若干合わないみたいな。交尾してくれはするんだけど、そう、個体によってはだいぶ苦戦する子も出てくるから、そういうと、まあ68ぐらいあれば全然スムーズに交尾してくれると思う。はい、はい、無事で何よりです。はい、さあ、そして残りラスト、うん、ラストが、あ、67g。 はい、
で、157.4 と68、うん、という感じで、このオスの親が一番今のとこ大きい子が出てるから、ちょっと楽しみではあるね。ほうほう。さあどうでしょうか、うん、いきます、はい、無事で買ってくれ。おい、来ました。出てきた。綺麗に出てきました、うん、お、立派立派、うん、おー、八幡さんが飛び出てきた。あれ、八幡さんが綺麗に飛び出てきたのってこの動画だっけ、前の動画か。あ、この動画じゃないですか。この動画、いや、違います。あ、前の動画か、はい。あ、ちょっとぐちゃぐちゃになってるわ八幡さんがヘラクレスのメスのお尻から綺麗に出てきて、ちょっと分かんないからそれ、みんなどういうことでなってる。いや、でも八幡さんから言うって言われてるから。いやいや、そう、何の利益があるのそれそう、八幡さんがどんな人かっていうのは概要欄見たら分かるんで、はい、よかったら YouTube チャンネル載ってるんで、それも飛んでみてください。見てみてください、はい、結構液体なんでいや、そのことないわでも結構立派な、はい、70あるんじゃない、下手したら。あるんじゃないですかね。えさっきよりでかそうですけど、すごい測りやすい。あ、なんならだな。結果、はい、71.2。 おー、はい、言ってますね。素晴らしい、はい、ほぼ70超えでした、みんな。うん、いや、よかった。でかいね。すごいすごい。 71.2 素晴らしい。うん、いや、もう高スタートからずっと。いや、いいですね、うん、いや、よかったです。うん、さあ、これでメスが終了になります。はい、そして、ここからオスですね、待望の。うん、オスはメスとまた変わって1年半年ぐらい、うん、だから、18ヶ月ぐらいで基本は羽化してくるって感じで、うん、早いと1年ぐらいの子もいるって感じかな、うん、で、遅いともうほんと2年とか2年ちょいとかかかる子も出てきたりするから、平均が1年と半年、1年6ヶ月ぐらいっていう感覚ですね、うん、で、この子たちは、まあ、グラム順でちょっと出していこうかなと思うんですけど、はい、基本的に多分、あ、でも6月とかかな。あ、3月の子もいれば6月の子もいるって。ほう。だから3月の子たちが今基本的に羽化しだしてる時期かな。うん、平均的な感じ。はいはいはい。で、6月の子は気持ち早いかなって感じ。おー。で、体重的にはどの子かな。あ、でもちょっと楽しみなのもいるかな。おお。さあ、じゃあちょっとグラム順で低い方からいきましょう。はい。まず1匹目。はい。はい、これが、だからちょっとこれが6月孵化の子、はい、だちょっと早い子ですね、うん、これが157と67だね、はい、はい、で、最終が 115g、 115、うん、はい、それでどんぐらいか、まあ、115だから、まあ、150mm いく可能性はなくはないかなぐらいかな、うん、って感じなんで、まあ、そんな大きくはないかもしれないけど、あとは無事にかどうか、はい、いきます、はい、1匹目のオス、こちら、はい、おお、あ、角がすごい曲がってる子か。はい、でも元気です。はい、来ました。はい、角がちょっと曲がり気味の子かな。あ、なるほど、うん、普段よりもこうぐーっと曲がってる感じの。曲がってますね、確かに、うん、でも思ったよりそんな大きくはないかな。角が曲がってるっていうのもあるけど、綺麗に、ね、うん、でも綺麗に羽化してきた。角がもうそもそもそんな長くないね。その曲がってる云々じゃなくて、体がちょっとでかかったって感じ。だけど十分でかい、立派です。うん、おお、すごいね。綺麗な。まあ逆にこのウェーブのかかり方が好きっていう人もいるけどね。うんうん。うん、これはこれでちょっとやっぱ立体感出てかっこいいよな。横から見た時の、ね、個性だね、完全に。はい。サイズは、だからサイズはちょっと曲がってる分、うんうん、ちょっと縮んじゃうというかっていうところはあるけど、とはいえ意外とあるか。どんぐらいだろう。さあ、サイズは、はい、来ました。はい、結果、はい、137.1、 はい、130mm 台。まあ、角伸びてたら140前半かなって感じかな。うん、うんうん、だから意外とそんなにめちゃくちゃ大きい子ではなかったけど、はい、ただ、うん、でもヘラクレス。そう、それでも。それでも。やっぱもう圧巻。うん。オーラがやっぱ違うよね。カリスマだよな。確かに。ヘラクレスって、うん、やっぱそういうところあるもん。かっこいいね。うん、素晴らしい。まあちょっと小ぶりなヘラクレスが浮かしてきました。うん。うん、角、頭の角はすごい長くてね。そうですね。すごい綺麗、かっこいいな。うん、はい、素晴らしい。1匹目。はい。無事でした。よかったです。さあ、そして2匹目、うん、はい、さあ、2匹目はどうだ。
はい、あ、2匹目はこれか、147と 71mm、はい、って感じで最終が119、うん、だからこれも150いく可能性はなくはないかなって感じで、はい、うん、だからさっきのことはまたちょっと変わるかもしれない。どんな感じでしょうね、うん、さあ行きましょう、はい、2匹目こちら、はい、お、はい、これはまた綺麗な、うん、すごい綺麗だね。長い長い。お、でかいな。おお、おお、いいね。すげえ。これぞヘラクレスって感じの、お、出てきた雰囲気です。ここだけすごい黄色くなってきてるけど、はい、次第に色が出てくるんで、うん、乾燥してくると色が出てきて、湿度があると色が黒っぽくなるから、うん、多分ここがたまたまぶつかってなかったんだろうね、表面、うん、水分があるスポンジの部分とかに、はいはい、あ、いいね。お、でかいね。やっぱ全然違うな。すごいバランスいいですね。そうですね、長いし、うん、角長いしで、横もそんな細すぎず太すぎずみたいな、150はありそうだな。お、ってるか、うん、150中盤ぐらいあるんじゃない。だいぶかっこいい気にする。お、僕の一番好きな角の形。あ、若干こう下がり気味というか、あ、そういう好みがあるんですね、うん、これこの感じかな僕は。うん、いや、いいね。サイズ、あとはサイズ、はい、サイズもまあまあでかい気がするけども、うん、どうでしょう。あ、でかいね、でかいぞ。お、いずれ最近はなんかお外で遊んだりした？え、子供に言ってるのか。お外で遊んだりって。お外行ってますよ。何して遊んだの？何したかな。花火しましたね。お、いいね。夏の終わりに花火って今あんまできる環境なくない？あ、でも東京の何個か大きい公園ではできるんですよ。あ、OK の場所もあるんだ。あります、あります。その時間帯によったり期間にもよったりしますけど。へえ、うん、あ、いいね、花火。いや、久しぶりにやるとすごい良かったですけど、うん、マジで久しぶりだったから、うん、こんな煙出るんだと思いました。あー、確かにね。ビビりました。なかなか、うん、もう小さい頃ぐらいだもんね、やるのって、ね、本当に。まあでもその分やっぱ童心に戻れて良かったです。あー、でもいいね、はい、いいな、花火。花火良かったです。花火いいね。いや、ただその花火の煙でびっくりしちゃって言ってたけど、はい、結構びっくりするかも、こいつのサイズも。あー、マジですか。うん、ちょっとヘラヘラはできないね。え、ヘラヘラヘラくれるだけに。駆け込みツッコミじゃん。駆け込みツッコミ。出ました。はい、思ってたよりでかった、うん、結果 161.4。 はい、え、でかっ。めちゃくちゃでかかった。マジ。うん、すごっ。だからもうちょっと感覚がおかしくなってるわ。いや、なんか、え、じゃあさっきの子だいぶ差、だいぶ差がある。なんかね、150前半の雰囲気で話してたから こいつちょっとムカついてたかもな。俺もっとあるぞみたいな。ポテンシャルすげえぞ。嬉しい誤算ですね。すごっ。思ってた1センチでかかったわ。おぉ、もう色づいてきた。すごいすごい。色もね、結構、まあ1ヶ月は経ってないけど8月に羽化してきてる子でしっかり固まってもきてるから。いや、素晴らしいです。すごいな。すごいね。まさかの160超えてる子っていうのはこんなに出てくる人生なんて思ってなかったから。そうか、確かに別の動画でも出てきてる子はいるんですよね。いや、そう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 、うん、基本1動画で1匹は出てくるかどうかみたいな感じになってるから、今までって全羽化してきた中で1匹出るかどうかとか。うわ、てか出てなかったから、そういや去年までは。そこで言うとすごいね。いや、すごいこと、マジで。しかもめちゃくちゃかっこいい。うん、いや、素晴らしい、素晴らしい子が羽化してきてくれました。 いや素晴らしいです。グラムがだって119g でしょ、うん、まあそっからちょっと上がってくれて120中盤とか後半まで行ってくれた可能性はなくはないけど、うん、いや、でもこれはすごいね、うん、思ってた以上です。いや、びっくりしたな、確かに。素晴らしい。はい、はい、2匹目も無事で何よりでした。はい、はい、さあ、そうなってくるとだよね、3匹目でね。そうですよね。165とか、まあ、なんならこのとりあえず今期の部分でいう、うん、167、はい、を超えたら最高だけども。いや、どうだろうね。ちょっとドキドキしますね。前回と流れは似てるよね。まあ、うん、
そうですね。そうだから前回の動画も見てほしいんで、その内容とかサイズとかはちょっと言えないんですけど、うんうん、2匹目で158が出て、うん、3匹目で、149ミリが出たんですよ、うん、言っちゃったけど言っちゃった言っちゃったな、うん、そうだから体重の割に意外と大きかった子と体重の割にまあ意外とちっちゃかった子みたいな感じだったから、うん、今回もそうなるかもわかんないけど、いやどうだしょう、ただどうだしょうって言ったよね、言いましたね僕目が多いよ、デオだっていう癖あるよね、いやあるかもしれない噛んじゃう癖がある、あでもわかる、だからダギョが苦手って感じだよね、うん、俺サシスセソがめっちゃ苦手やな、あ僕でもサシスソ僕も苦手です、あー確かに、うん、難しいな、むずい、うん、はい、ということでね、このチャンネルは以上になるんです、なんでだよよかった、だって言えた確かにだは得意だとか、あでがだになるだけで、でがだになる、あ、うん、まあ伊豆もね、親によっかめと言われてますので、いやー、はい、亀が違う、あ違うのかな、うん、はい、こういう感じのやつがラインスタンプになってたりするんでよかったらどういう感じなんだろうなこれこれって説明になってないよね、確かに、まあ、気にはなるけどな、まあ、気にはなるかな、うん、まあ概要欄よかったら見てみてください、はい、はい、さあラスト、うん、165以上だったら嬉しいなというところだけど、はい、前回の動画のその流れと違う部分で言うと、うん、前回は全員108g から 110g 台だったから、うん、今回は実は 128g、 うわ超えとる、そう全然超えてて、すごで128って印象で言うと多分160mm は基本的に硬いぐらいの印象、最近のこの系統で言うと、すごっ、うん、そこで考えたら2匹目よりもでかいんじゃないかなと思ってるけど、あもしかしたら、もしかするかも、うん、そう、あとはちゃんと羽化してきてるかどうかになります、はい、じゃあ行きましょう、3匹目、はい、こちらです、はい、おなるほど、ちょっと角が曲がり気味の子か、あうん、でもまあ元気だよね、元気、あ元気ですね、よかった、はい、おでもでかいね、かいごついね、なんかね、体が大きい、体がでかいな、おだから2匹目とはだいぶまた雰囲気が変わるね、そうですね、うん、角がそんな、あまあでもしっかり伸びてたら意外と角も長いのかな、うん、でも体がでかい、さっきの子より全然でかい気する、体に行っちゃったかな、もしかしたら、なるほどね、うん、縦ってより横に、はい、さあちょっと測ってみましょう、はい、でも角の曲がり方とかすごい綺麗、かっこいいよねこの角の曲がり方、そうですね、変な感じじゃないですかね、うん、下にちょっとまあ垂れ気味のね、はいはい、だからサイズ的な部分とフォルム的な部分のいい塩梅の子、2匹目はそんな感じだけど、うん、この子はまあサイズはちょっと縮んじゃうけど、ちょっと迫力の部分でいうと結構横から見たフォルムでいうとこの子の感じは結構好きかな、うん、さあサイズはどうだ、どうでしょうか、128で親が、あでも親はさっきの2匹目と一緒、あーそうなの、うん、なんかこんな変わるか、さあサイズはどうでしょうか、はい、こんな感じか、おびっくりした、はい出ました、はい、今さっきのこのサイズでこれホールドって固定できるの数字を、うんになってたから全く同じサイズだったし絶対それより下もあったのに、うん、その数字だったからびっくりしちゃった、なるほど、うん、はい、という結果出ました、はい、3匹目、うん、144.6、 はい、うん、140mm 台でした、うん、伸びてれば、でも伸びてても意外と140後半って感じかな、うんうん、150いくかどうかぐらいかなって感じだったから、体重の割にはだから体にいったかなっていうところになるかな、とはいえめちゃくちゃ立派な子で、そうですね、よかったです、あとさっき紹介した動画とほんと同じ流れになりましたほんまやね、すごすごいね、何の因果かすごいな、いやでもかっこいい、このね足を広げてる時のこの横から見た時のこの角の感じが俺めっちゃ好きで、真横から見た時に生えるタイプだよな、この、うん、角の垂れ方、確かにこんぐらい垂れてても全然かっこいいですもんね、かっこいいね、いや素晴らしい、3匹とも無事でした、はい、はい、ということで、前頭終了です、はい、はい、いや前頭無事で何よりでしたし、うん、ちょっと出してみようかな、3匹、はい、1匹目が130mm 台、140mm 台、160mm 台って感じで、うん、あでもこう見たら
うんうんうん、やっぱ体がでかいな。こっちの方がいいのかな。はいはい、うん、あ、で、ちょ、次第にこう、色がついてきて。そうですね。あ、やっぱ体はでかいね。でかいですね、うん、体。角の感じはでも一緒ぐらいかな。そうですね、あんまり変わらない、ね、で、一番大きかった子。はい。あ、でもやっぱでかいな。でかい。体はやっぱこいつが一番でかいね。うんうん、うん、やっぱでかいわ。こいつ指一本分後ろに下がってて、頭の方もやっぱ指一本分ぐらいは、うんうん、横幅分ぐらいは超えてるから、やっぱそうなんだな。あ、そう、すごいね。しかも背中もなんかちょっと明るくて綺麗、うんうん、おー、素晴らしい。めちゃくちゃかっこいい子が3匹浮かしてきました。はい、いや、すごいすごい。いや、よかったよかった。で、頭の角とかね、最近ちょっと紹介してないけど、うん、頭の角の突起の形状とかも変わってきたりするから。ああ、そう、こうね、そう、はいはい、さっき、まあこの子も一緒ぐらいか。基本ね、ここの角が2本から4本ぐらいヘラヘラは出てくるんだけど、うん、あ、でもみんな一緒ぐらいか。この子はちょっと若干ここに、うん、3本目4本目のちょっとした突起があるから、ちょっと見えますね、うん、基本みんな2本だね、はいはい、うん、なんかそこのギザギザのちょっと形状の違いとかも楽しめるから、はい、いや、素晴らしいです、うん、いや、良かったです。はい、位置的にはどうだった。はい、いや、やっぱヘラクレスメスもそうね、うん、いや、そうね、なんかもう毎回びっくりしてるなって思うんですけど、確かにね、うん、確かになんか予想をはるか超えるような大きさっていうのを、確かになんか撮ってるたびに僕も確かにそう思ってる気がするから、本当なんかすごいなって思いますね。そうね、119g 台で、うん、まさか160超えてくると思ってなかったから、うん、そのだからもう分かんないね。そうですね、去年の初めて160mm 超えた子、はい、っていうのが155g か。あ、155g で、そうそうそう、で、164mm だったから、そこから考えるとやっぱ 119g で160いくっていうのがすごい、結構驚きなんだけど、いや、すごいな。なんかそういう子がすごい今年は多い印象だから、へ、うん、だからもう、まあ他の幼虫、他の種類とかもそうだけど、はい、グラムはまあ参考程度なんだなっていうのをヘラクレスでも思わされたというかね。なるほどな、うん、そうそうそう。で、さっきのこの、この子か、この子は 130g 迫ろうかとしてたけど、うん、結果的にまあ角曲がったっていう部分もあるけど 140mm 台だったりね、うん、そう、こっちの子と 10g も差があったわけだからね、うん、そう、だから分かんないね。分かんないな、そういう部分でも。だからいかにこう角の方に行ってくれるのか、体の方に行くのかとか、うん、そういった部分とかもあるから、やっぱこう飼育してないとこう感じれない発見みたいなところもあって、うんうん、そこもありつつ前頭を浮かしてくれて、こうやってヘラクレス3匹僕が目の前に現れるっていうのは小学校じゃ考えられないから、はい、うん、そういうのがもう毎日起きてるっていうのはやっぱ幸せだね、改めて。思いました。やっぱ3匹ヘラクレス手に入れるのに、僕はストラックアウトでボンベルタのイベントでねデパートね、宮崎デパート、宮崎のデパート、今は亡き、うん、そこでストラックアウト12球で9枚抜かないとヘラクレス手に入れられなかったから、相当っすね、相当だから、その相当使ったからね、そのお金も。そう、そういった意味ではやっぱそういうストラックアウトなしでもヘラクレスって見れるんだというかね。じゃあそこかよ。そういう部分もあって、やっぱもうそういう思い出も強いから、うん、こうやって目の前にいるっていう喜びっていうのが、うん、あるんですけど、多分人によって多分ヘラクレスの憧れあるだろうから、うんうん、飼育自体も別に難しくはないんで、うん、まあ、どうなんだろうな、温度管理してないと、温度管理した方がもちろんいいんですけど、うん、小さい頃僕も初めて羽化させたヘラクレス、はい、小学校6年生かなの時に羽化したヘラクレスは羽化不全にはなったけど、うん、エアコン全然使ってない家だったんで、はい、通年ずっと常温飼育みたいな、お、風通しのいい場所で、はいはい、管理して、ま、小ぶりであったけど羽化までは行ってくれたんで。そうなんですね。そう、ま、もちろん、ま、基本的にやっぱ温度は安定させてた方がいいけど、はい、暑さに強くはないんでね、うん、でもちょっとヘラクレスチャレンジして
見てほしいなと改めて思える回になったかなと思うんで、ちょっとまあ皆さんもヘラクレス見かけたりされた方はちょっと検討してもらえたら嬉しいですね。はい、はい、ということでそんな感じで今回の動画以上になりますけども、概要欄に、まあ、さっき言ったスタンプだったり、僕の、いろんな種類の飼育した経験を記させてもらってる飼育本とか、イズイの YouTube チャンネルとか載せたりするんで、概要欄もぜひ覗いてみてください。お願いします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。